テオドールは1978年と1981年から1983年までカイ,イチに、その後は F3 やカートなどに参戦しているレーシングチーム。カイ,イチ時代の本拠地はイギリス領香港とイギリスに、現在は中華人民共和国のマカオに本拠地を置く。とっくり最車隊のフォーミュラマシンとっくり最車隊の F。 サンマシンとっくり再車体の F3 マシン。ラルト RT34 創立者のテディップは1907年、オランダ領東インド生まれの佳境。レジスターの販売権を持ち、アジア全域でビジネスを展開し、成功を収め、イギリスの植民地の香港に移る。1950年代から自らステアリングを握り、レーシングドライバーとして、マカオグランプリなどに参戦した。 その後自らが参戦するだけでなくマカオグランプリの主要運営メンバーとなったほか、同グランプリにセオドールの名を冠したレーシングチームのオーナーとしても参戦することになった。その後もマカオグランプリなどに参戦し、1970年代、中盤はアメリカの F5000 シリーズ等にも参戦し、この頃に後のシャドー界一のチームオーナーとなるドン・ニコルズ等と知球を得る。 その後一風は、1974年に、会一のエンサインチームに、セオドールレーシングの名で、スポンサーとして参入。さらに1977年には、同チームからマシーンを購入し、セオドールレーシングとして、初めて会一にエントリー。同年の富士スピードウェイで開催された1977年会、一日本グランプリにも出場。後に車道を買収。 その後エンサインも買収し、オーナーとして1983年まで、会一に参戦した。会一活動停止後も、マカオを拠点に、地元のマカオグランプリや、日本で行われた、国際格式レースであるインター F3 リーグや、インターテックなど、F3 や、ツーリングカーレースに1990年代まで、同盟での参戦を継続し、マカオグランプリの競合チームとして、 アジアを中心にモータースポーツ界にその名を轟かせた。マカオグランプリにおいては、1980年代以降に、アイルトンセナやミカハッキネンなど、その後会一で、ワールドチャンピオンとなる多くのドライバーがセオドールからエントリーしたため、会一撤退後も、ヨーロッパやアメリカにおいてもその知名度は高かった。なお、2013年より、テティ・イップ・ジュニア、 元セオドールレーシングのドライバーだったデビッド・ケネディを中心としたステータス GP とイタリアの F3 チーム、プレマパワーチームをテクニカルパートナー、マカオの第60回マカオグランプリに復活。このレースでアレックスリンが電撃的な優勝を飾っている。チームとしては1992年までを第1期、2013年からを第2期と定めており、 2015年には日本のスーパーフォーミュラへの参戦とその後の F1 参戦への復帰を検討していると発表された。なお一プはマカオの中心部に建てられたマカオグランプリ博物館に大きな展示コーナーを供されるなど、マカオグランプリを世界的に著名なものとした立役者として、そして日本以外のアジア諸国で最初の F1 チームのオーナーとして歴史にその名を 止めることとなった。セオドール TR1 参戦初年度は1977年のエンサインを使用。ドライバーはパトリック・タンベイを起用。参戦2年目の1978年のドライバーは後にワールドチャンピオンとなるフィンランド人ドライバーのケケ・ロズベルグとアメリカ人のエディチーバーを揃えた。早くも同年にイギリスで行われたノンタイトル会1レースデイリー。 エクスプレストロフィーでロズベルグが優勝するなど最先のいいスタートを飾る。しかし、このレース以外では、まともな成績を上げられず、途中から、ウルフの1977年型車足である WR1、ウイングカーの WR5 を購入して参戦を継続した。途中からこの車両を使用したまま、イギリス国内会一選手権のオーロラ会一 選手権へ活動の場を移した。1978年1979年以降、セオドール TY021979 年以降、スポンサーシップの予算を拡大し徐々にエンサインへのオーナーシップを強めながらも、アメリカ時代の付き合い等からシャドウを買収する。しかしエンサインとの関係も継続し、スポンサーシップを継続し、セオドールレーシングとエンサインの両者に、 セオドールのロゴが貼られる時期が重複する。なお、エンサインの流れを組むマシンは MN、または N のコード記号がつくが、その影響力がなくなってからは、テディップの頭文字を取って TY という記号を与えられる。また1980年以降の財政難に、あえいでいたエンサインを買収。設備やマシン等を徐々に統一化してゆく。 1981年、1982年、1983年最終的に1983年をもって、会一への参戦を停止するが、プライベートチームとしては上々の結果であった。ありがとうございます。